灰色のダイエットコカ・コーラは佐藤智也の長編小説。2002年11月に導入しタンデムローターの方法論に掲載され、続く赤色のモスコミュールが2003年10月にファウストボリューム1に掲載。2004年3月に黒色のポカリスエットがファウストボリューム2に掲載され、終章にあたる虹色のコカ・コーラレモンが2004年7月に 短縮版として、ファウストボリューム3に掲載。後に、過失、さらに書き下ろしを加え2007年5月に、講談社より刊行される。第29回、野間文芸新人賞候補となる。タイトルは、中上賢治の灰色のコカ・コーラへのリスペクトである。この小説に、佐藤は5年の歳月を費やしており、人生の5分の1をこの作品に費やしたと。 講談社メールマガジンに寄せている。また、プラスチック製のカバーという変わった想定であり、新調での高橋玄一郎との対談では、きっと入れると自信を持って発言している。帯には、ロストジェネレーションと大きく打たれている。これは1980年生まれで氷河期世代である、佐藤がバブル崩壊後の不景気で停滞した時代に、青春時代を過ごしたことに由来しており、 作品の端々にも、不景気な地方都市での青春というモチーフが見られる。ファウスト掲載時には、鬼頭バック広ロのイラストがついていたが、単行本には収録されていない。2013年11月8日に星会社文庫から発売。イラストは、おしみ修造。北海道の地方都市に住む、僕は19歳のフリーター、三流高校卒。街の文化レベルは低く。 本屋には、ウィリアム・フォークナーも置いていない。同級生や周りの人間は、中上検治も知らず、唐谷幸人と、浅田・アキラも、名前しか知らない。そんな田舎で、パラサイトシングルとして生活する、僕は、平凡な少市民である、肉の塊を、徹底的に見下し、覇王である祖父に憧れ、漠然と東京に出ることを考えながらも、結局何も始めず踏み出せずにいた。 僕に重大な影響を与えた親友の南くんは神戸連続児童殺傷事件の14歳の犯人の少年に先起こされた嫉妬しながら何者にもなれない自分に絶望し17歳の時に昇進実殺する僕と南くんが13歳の頃の話南くんは7体のマネキン人形を赤色の染め池に浮かべ肉の塊を残殺するため 人殺しの練習をするというが、僕にはそんな、南くんが理解できない。結局人形は後に撤去され、街では悪質ないたずらと判断されてしまう。次に、南くんに、多したような殺害方法が書かれた大学ノート計画書を見せられ、僕は興奮し圧倒され、以前のような理解不能ではなく、漠然と感動を覚える。僕と南君は、 放火を計画し実行する。この放火も結局は、ターゲットの家を1、3ほど焼いたところで消火され失敗し、計画書そのものが失敗であると思い知らされる。僕が6歳で祖父が健在だった頃の話。左手の親指と薬指をなくし、白内障により失明し、入れ墨を消すために、鉄板で焼いた背中が、ケロイド状態という。 満身創痍であるにもかかわらず町に君臨する覇王である祖父。そんな祖父を僕は崇拝していた。ある日、祖父の会社の社員である羽田の息子が誘拐される。犯人は2000万円の身の代金を要求。祖父はそれを引き受けるが、それと引き換えに祖父は事件への参加を要求する。さらに誘拐犯の要求はエスカレートし、ヤクザの事務所への殴り込みを強行する。 あとにこの事件は狂言誘拐だったことが判明し、肉の塊である羽田は発狂し家族を暴行する。かつて祖父に直系と呼ばれ、母を夢見た僕であったが、現在はかつて自分が抱きしていた肉の塊と同じであることを改めて認識し絶望するが、狂言誘拐事件の時に祖父がヤクザから奪ってきた拳銃を発見し、6歳の頃と同じようにロシアンルーレットをする。 銃弾は発射されず、再び覇王を目指すことを決意する。再び覇王を目指すため、アルバイトを辞め実家を出る。そして小学校の頃の同級生、すべてに無関心な女、ハサミちゃんと再会する。覇王を目指すと言っても、具体的に何かをするわけでもなく、ただ何も感じない無感動な、ハサミちゃんと同棲し成功するだけの日々。そんな中、ハサミちゃんに導かれ、 小児がんの少女、ゆかちゃんと出会う。病院を抜け出したゆかちゃんは、ダンプカーを盗み商店街を暴走し破壊する。ゆかちゃんからダンプカーを奪いさらに町を破壊する。町の破壊とパトカーへの発砲に満足し、ゆかちゃんを連れてアパートへ帰ると、はさみちゃんに妊娠を告げられる。妊娠したはさみちゃんは、以前のすべてへの無関心な態度が一変し、子を守る母親となり、 肉の塊となる。こうして、母親となった、ハサミちゃん、余命いくばくもない少女ゆかちゃんとの奇妙な共同生活が始まる。貯金が尽きた僕は生活のため、母親の夢をまだ捨てずにいながらも、おじの経営する建設会社で働くこととなる。冒頭に、灰色のコカ・コーラからの引用あり、講段社ブッククラブ、灰色のダイエットコカ・コーラ。 新潮2007年7月号北海道新聞、岡崎武氏の書評より、安倍工房の箱男へのオマージュ。ありがとうございます。